今日は渓流釣りの解禁日です。あと数分で解禁だけど。真っ暗。まだ暗いので。8時になるまで、車で待機します。魚の気配がない。いよいよ、渓流2020開幕です。今日の作戦は、1年前に放流された魚を狙う。これは使わない。リールを使って釣る。やはり、魚の気配がないな。私は大丈夫。大きい渓流魚は、穴に潜んでいるのだ。2020開幕。何も釣れないな。足が冷たい。もう、大物を狙うのはやめる。放流されたばかりの魚を狙う。魚の気配がない。ここの周辺で放流が行われたはずなんだけど。もう少し下流に行ってみる。魚と釣り人がいない。まだ放流してないのかな。汚い水系の滝だな。一応、探ってみる。どうする？小魚一匹釣れないです。釣れる釣れないは別として。魚がおれば見えるはずです。本格渓流に行く？解禁日だといっぱい釣れるのでは？遠いから行きたくないけど。仕方がない。当たりすらない動画はアップできないです。ここは、某天才釣り師がイワナを釣った場所。
引き続き、リール釣りです。長い竿だと、気に絡みまくります。ミミズも使ってみます。ブドウムシ、ウィズ、ミミズ。釣れない。やっぱ、穴かな。渓流魚がおるとしたら、穴か岩陰だ。ダメだ。足跡。そこ、滝だな。滝の下流に行ってみる。ここは、さっきの滝。もう、最初の場所に戻る。放流したかも。15センチくらいの魚の群れ。放流ヤマメ？ここをスパイダーマンする。群れは、どっかに行った。もう、ダメだな。やっぱ、魚の群れはどっかに行った。このままでは帰れませんね。今、帰ったら。今日撮影した映像は、全部没です。ニゴユグイを狙います。渓流魚が釣れる可能性、少しあり。浮きは固定してない。
武器を固定してないので、棚取り不要です。ドブで釣る。ハヤを狙う。ハヤすら釣れないんですけど。このままでは、帰れない。あと30分でタイムオーバー。私は、幾度となく。夜ちょい前に奇跡を起こしてきた。やばいかも。朝から釣りをしてるのに、当たりが一回もない。ガンガン当たってた。ダメだ。速攻合わせていたら、高確率で釣れてたな。もう、撮影より合わせを優先します。チャンス。クリティカル、ヒット。でかい。大きいニジマスだ。あっちい。よし、釣った。やったぜ。3月にニジマスが釣れるのは、プチ奇跡。白子が入ってた。どうやって食べようか。なんか黒くなった。一応、大きさを測ってみます。32センチ。揚げ大根おろし醤油で食べてみます。丸揚げにしたいけど。ぬるぬるがすごい。こんなぬるぬるにじますは初めてです。繁殖期のニジマスって、ヌルヌルなの？
ぬめり登録を落とします。3枚おろしにします。小骨がうまい。片栗粉をまぶします。低温でじっくり揚げます。大根おろしを作る。汁は捨てる。丸揚げなら、二度揚げがおすすめですが、切り身は一度揚げで良さそうです。それでは、味見してみます。ソイソース。小骨ごと食べます。すごく美味しいですって感じじゃないな。まあ、いずれにしても、この食べ方をするのなら、小さい魚を切らずに揚げるのがいいと思うです。ご視聴ありがとうございます。今期の目標は、一般的な釣り方で渓流魚を釣る、です。応援よろしくお願いします。